前この動画でお話ししましたが、HSP は肌触りの悪いもの、強い匂い、化学物質が苦手で、それらに敏感に反応します。この本に書かれた一部分を紹介します。現代人は日々おびただしい種類と量の化学物質にさらされて暮らしています。もしあなたが頭痛や吐き気、咳が止まらない、だるい、落ち込みが激しいといった症状に悩まされているとしたら、化学物質過敏症を疑って一度化学物質を遠ざけてみると良いでしょう。そこで今日は以前からやりたかった実験をついにやってみます。市販の洗剤と柔軟剤の代わりに重曹と穀物酢で洗濯をします。公平にジャッジしてもらうために彼に内緒で彼のタオル2枚と T シャツ2枚を1回目は市販の洗剤と柔軟剤、2回目は市販の柔軟剤と重曹を混ぜたものと穀物酢を使って洗って後ほど検証します。乾かすのも今回は公平になるように外に干さず、両方とも乾燥機で乾かしました。ダーリン来てください。では問題です。どっちかが普通の洗剤と普通の柔軟剤。どっちかが重曹と普通の洗剤混ぜたのとお酢。どっちがどっちでしょう。匂いしてもいいし、触ってもいいし、着てもいいよ。ね、タオル柔らかいよね。こっちなんかパリパリ感がある。これは違う、なんかね。柔らかいのはこっちだと思う。だって厚みがさ、見て、ほら。これがふわふわしてない？これなんか無臭に近い。はい、決まりました。答えをどうぞ。これ柔軟剤あるやつ。これ味。ピンポーン。柔軟剤のね。そうそうそう。肌触りはどうでしょうか。まあはっきりはわかんないんだよね。変わらない。これは結構匂いが全違うね。うん。タオルはわかりやすいね。うん。この一個一個の糸があるさ。うん。またはこっちが柔らかいと思う。うん。見えてる？ふわふわ。柔らかい？お酢の匂いは全然しないじゃん。お酢の。全然気にならない。うん。あとは着てみて肌が荒れるかどうかとか。コストとしても安いって、うん、市販の洗剤や柔軟剤を使うより重曹や穀物酢を使った方がコスト的にも安いということだったので、これは一応私たちが使っているものの値段ですが、彼にお願いして計算してみたところ、1回の洗濯につき重曹と穀物酢を使った洗濯の方が約10円お得になるという計算が出ました。でも業務用で買ったらもっと安いとか、スーパーのセールの日など値段は様々だと思うので、これは一概には言えないかなと思うので、コストパフォーマンスっていうよりはやっぱり化学物質を避けたいかどうかかなと思います。実際に私の洋服も重曹と穀物酢を使って洗濯してきてみました。知ってるからかわからないですけど、生地の仕上がりが柔らかくふんわりしている気がします。気づくか気づかないかくらいの些細な違いだとしても、肌には断然重曹と穀物酢の方がいいわけだし、私はもともと芳香剤とか香水とか強い香りが苦手なので、両方比べてみると断然無臭の重曹と穀物酢を使った仕上がりが私は好きなので、これからもこれは続けていきたいなと思いました。というわけで、お酢臭くならないのかっていう一番の心配だったのが全く問題なかったので、今回の実験は成功だと思います。自分で自分は敏感な気質や体質じゃないと思っていたり、自覚症状がないとしても謎の皮膚の赤みやかゆみ、謎のめまいや頭痛などにもしあなたが悩まされているとしたら、この化学物質を遠ざけてみるという実験は試してみる価値はあると思います。
この本にももう少し詳しく書かれていますが、化学物質を使っていない石鹸やシャンプーやリンス、食器用洗剤などネットで検索するとたくさん出てくるかと思います。もしよかったら試してみてください。では今日も見ていただきありがとうございました。バイバイ。